皆様、こんにちは。愛犬家住宅のセラフ榎本です。愛犬には特異の疾患を発症する子がいます。大型犬に多いのが股関節形成不全、小型犬に多いのが膝蓋骨脱臼などです。これらは先天的要因が7割、環境的要因が3割と言われています。環境的要因は愛犬家の皆様によってリスクを減らしてあげることができます。環境的要因として挙げられるのが、愛犬が足を滑らせてしまうフローリングの床。こうしたフローリングの床には床のコーティングがおすすめです。床のコーティングならセラフ榎本にお気軽にご相談ください。さて、愛犬マルバツクイズです。愛犬が寒いと感じている時のサインとして水の飲む量が減ることが挙げられる。答えは丸です。水の飲む量が減ってしまうと泌尿器系の病気にかかりやすくなります。特に尿道が長いオスには気をつけましょう。寒くても室内での運動を増やして喉を乾かせるなど、水分を摂取したくなるような生活環境にしましょう。以上で愛犬マルバツクイズを終わります。皆様方のワンちゃん、猫ちゃんのための家のリフォームや増改築等ございましたら、お気軽にご相談ください。